有限会社大阪ユニホームの北村雄二と申します。大阪府堺市中区にて学校制服、体操服、帽子、靴、給食エプロン等の学校衣料の販売、会社制服の販売をしております。何か大阪市の商品お困りごとがございましたらご連絡ください。皆様のお役に少しだっていただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は3月7日の、日曜日ということでですね、外はこのように今日は外での撮影なんですけども、天気は曇り時々晴れてきてますね。最高気温は15度、最低気温が4度、降水確率は 10% から 30% ということですけども、今日は非常に天気がよろしいでございます。では一日頑張っていきたいと思います。昨日はですね、深井中央中学校さんに制服のちょっと引き渡しので、出張に行ってたんですけども、ご購入いただいたお客様本当にありがとうございました。でまた店頭の方にでもですね、ご来店最初の販売と小学校の購入店に来ていただきましたお客様ありがとうございました。今日も日曜日ですけども頑張っていきたいと思います。本日の営業はですね、朝10時から7時まで、1月2月3月は正月休み以外は無休でお休みなしで営業しております。あと感染対策ですね、手洗いうがい等に気をつけながら今日も一日頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしく皆様のご来店をお待ち申しております。